こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、とんでもなく美味しそうな食べ放題でとにかくいっぱい食べてみようのコーナーでございまして、本日はしゃぶしゃぶ大野瀬さんにやってきておりまして、今こちらのお店でスタートしました、こちら三色ふわとろ夏鍋を食べながらいっぱいお肉を食べてみたいと思います。一緒に食べてくれるのはこちらの方でございます。ティリーン。時間さえやめてください。一国堂さんみたいなことになってますけど。今回の温野菜はですね、はい、夏鍋ということで、はい、3色のふわとろ夏鍋、1つ目が塩レモンのとろろ鍋、はい、こちらのマーラーでとろろ鍋は、はい、やっぱり辛いものを夏は食べたくなるお客さんも多いかなということで、はい、でこちらがバジルのとろろ炊き、おしゃれですね今年は、うん、新しく夏野菜として、はい、オクラとトウモロコシが食べ放題になったのと、かわいい白クマのプルプルコラーゲンはツトマドレも全部ついてきます。入ってくる。なんかこれ分かるような気がするけど、これ分かんないから、 こっちは僕も見たことないから、見たことない、試してみたいのありますよね。バジルかな、やっぱバジル、うん、バジルとじゃ塩でいいんですね、うん、始めてますよね夏らしいものを。フローズンカクテルと豆乳もちもちタピオカですって。いや、ラズベリー珍しいから僕じゃあラズベリー行きたい。 あれそっか、うわぁ、豆乳もちもちとかのラズベリーを2つです。うわぁ、これはトロロじゃないですよね。違う、トロロじゃないですか。あ、びっくりした、びっくりした。ちょっとそう言われたらそう見てみる。いただきます。豆乳で明らかにラズベリーソースとかもあるのに甘さすっきりですね。あ、でもデカさん早い早い、まだお肉とか来る前だからゆっくり飲みましょうよ。おいしいお鍋を待たせました。和牛だしが入っております、はい、こちらがバジルのとろろと、はい、わこちらが塩レモンのとろろです。かわいいこれコラーゲン、かわいい顔の絵とか描いたりしてるんですか。はい、はい、貼っつけました、海苔で。あ、海苔を、海苔なんだ。まず写真が撮るのも工程の一つなんですねこれね、料理関係ない夏鍋ハッシュタグ、はい、ぜひ夏鍋と健康麺のハッシュタグを入れて、はい、投稿していただけると、はい、5000円のお食事券が100円、バジルからなるほど、買ってるバジル。はい、一旦避難させて。うわー、おー、これ量も結構なもんですよ。うわこれはもうレモンごとでバジルかわいい、かわいい、見てるよカメラ目線で、はい、忍者、そうだよこれ、お城を覗いてる忍者だよこれちょっと顔出してくれ、超かわいい、すげえ、何これ計算されてる。あー、こっちはもう背負いよりね。こちらが最初の野菜盛りですね、はい、塩レモン用のレモン山椒塩、はい、おこちらがバジル用のトマトソースでございます。うわー、秘密はきのこです。きのこがすごいかかってる。おかわりでもうまだお肉行く前に失敗した。何してるんですか。ちょっともうお肉つけます、一発。これ一発いこうよ。一発いきましょうよね。うん、でまずは1枚ね。1枚。豚カルビ。沈まないんじゃない。そりゃそうだね、とろとろこっちでもう沈めちゃうね。で隠す、一回一回隠そう。で、どうぞどうぞ、いい、はい、いっぱいもう絡めてください。はい、うわー、いきました、はい、いきました、はい、いきました。あ、おいしいしみじみおいしい。これずっといけるのこれね、今日ずっといきます、時間内ならエンドレスで。あ、あー、嬉しい。じゃあ僕なんなら これちょっともらす、こういうこともしていいってことですね。そうそう、それだよ、これこれこれ、うん、豚カルビの脂のトロトロと、トロのトロロ、トロトロがなくてトロロロトロロバジルもね、うん、まず一回この様子見たいですね、うん、うわー、うわー、絡む絡む、あ、いやこれ見たことない、見たことない、緑色ね、ええ、あー、わー、でももうボーノボーノ出ました、ボーノ、うわーちょっとイタリア、うわーいい、これはいい、うん、抜群にうまいですね、うん、これ選んで正解ですね、うん、相当僕好き、いや肉進むよこれ、もう肉が
どんどんいけるんじゃないですか。うん、それかけちゃうバージョンね。爽やかですね、うん、すごい爽やか。こっちずっと、うん、これ美味しい。相当ですよね。でこう来てこう来ての完成しますよね。うん、うん、あーこれ面白い。すごい ね新しいうまい肉の食い方をしたっていう一回こっちに、ね、一回こっちに集合しましょう。トマトやっぱりどうしてもバジルいっちゃいそうなる。うわー嘘でしょ、トマト見てます。そんなことする人いるんだけど、これ初めて初めてですね。トマトだ、トマトそれはそうですよ。ありがとうございます。つや姫豚のロースいきました。ちょっと大胆ですいません。うわいい、ね、もう2週目だから。わーい、バジルに。はっ、どうしました。トマト肉に巻いても美味しいんじゃない。あ、ほんとだ。気づいちゃったよ気づいちゃった気づいちゃった。わーい、わーい、絡めるな。はい、絡めました。こう来てこういうことですよね。あー、わー、普段チーズが来るところとろろってことです、今回ね。相当ジューシーでさっぱり酸味もあって美味しくなる。カワディのバラでございます。おめでとうございます。わー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 このままいっちゃいそう一回ドリンクとして飲んでもいいんだけど。チーズしゃぶしゃぶとかお持ちしますか。食べ放題の中に入ってこちらのメニューでチーズしゃぶしゃぶっていうのを味わいました。出川さんどうします。いや頼むでしょそうですね、質問する理由がないチーズをしゃぶしゃぶするってこと。そうなんです。溶け出してるような気も、お腹でかくなってない。せーの、どういう質感。まだちょっとしっかりしてるからいい感じかも。そっかそっか、その感じで、それもう、そっかそっか、もう一枚丸々。なんかどうしたんだろう。これはいかん、いかん、けしからん、けしからんよ、けしからん、贅沢極まりないよこれ結構でも行きたくないですか。バンズで行っちゃう、はい、どーん、おー、わー、もう我慢できないからトロロ追加したしバジルをね、はい、これね、もう絶対美味しいから。残っておいたトロロで贅沢に、やだ、のせとろ、うわー、てかさ、これけしからんすね。いえ、もう見た感じでけしからん我々怒りっぱなしだよ。あ、何なんだこのお店はってけしからんよ、けしからんこんな食べ方うん、全くもってけしからん。わー、やっぱり楽しい、ね、楽しい、楽しいな、これ、楽しいな、これ食べ方がエンタメ性がすごいですね、うん、もう一回これインスタ映えしました。俺はクマさんには出ないよ俺はごめん、食べません。野菜もろこし、もろこし取っていいですよ。あ、あ、そうなるのか。そっか、もちろんもちろんもちろん全部でちょっと取るんだからね。はい、はーい、うわー、うまっ。結局全部舌触りが滑らかになって野菜に関してはその奥からシャキシャキも出てきて食感自体もすごい楽しい。あ、それいきます。それすごい、そんなとろろの贅沢な使い方ないよ。贅沢。チーズ TKG がこれ推奨はどっちですか。バジルです。うわー、本当にけしからんですよ。いやこれ後ろのデカさんが怒ってますよ。けしからん、けしからん。じゃあちょっと TKG 用に贅沢、何回見ても贅沢。おった、うまごと、はい、わー、もうこれ TKG なの本当に。もうこれは何なの、すごいよ。まあ、バージョン早いね、ペース早いね、すげえ食うペース早いです。ちょっと怒りで食べちゃってるもん。そうそう、とろろとさバジルもそうだしさ、本当にリゾットに近い。よく考えますねこんなメニュー、ね、なんかもう力抜けますねとろろってなっちゃうね美味しい、うん、まい。これでも完成でしょ、こう来たらもう、うん、はい、うん、おかわり TKG。 TKG ちょっとダメ、すいません、2個もらっていいですか。え、てかさん、これしゃぶしゃぶ屋さんですからね、あくまでも。はい、ズーワン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 、はい、とろろの活躍度すごいですね、やっぱね、うん、うまー、やっぱうまいです、帰ってきたら改めて。うわうわ、これとろろ、そう、こっから始まったんですよ僕らは、うん、
一人で2つすいません、今度はそっちでいきますね。なかなかの大食いの容器に入ってますよ、デカさん。チーズが入ってんだもんな、また、ね、全部で3杯です。何しに来てんでしょうね、これ。美味しい、これ。しゃぶしゃぶ屋さんですから、デカさん。でもね、うどんもありますからね。ああ僕、うどんは食べたいから、もう食べる。ご飯、え、食べんの？全然食べるよ。自分、これもう別だもん。いただきます。はい、と、はい、うわ、さらに、つけだれもとろっと。で、冷えたおうどんが、こう、今日何回絡めたことか、とろろ。いい歯ごたえ。しっかり美味しいんだな。また違う2軒目に来たみたいな感じすらするようにね、食べましたよね。結構枚数がいつもよりも少ないと思うんですよ。8枚なんですけども、それ以外めちゃ食べたから、なんか勝ったなって感じがしますね、なんかね。これ汁置いてくる。本当ですね。この最後の残ったお出汁はお別れできないものがありますよね。